青木厚史、青木厚史、青木厚史、1977年9月25日隊、は、日本のプロレスラー。元自衛官、東京都大田区出身。全日本プロレス所属。自衛隊、市ヶ谷第32普通科連隊、浅霞中東地、青森第5普通科連隊でレスリング選手として、活躍した後、プロレスリングノアに入門。 秋山ひとしのき人となった。2005年12月24日に行われた年末工業でデビュー。当時同じく新人だった大田義則、大田一平と組、三沢光春田上明組と対戦した。2006年スターネスに加入。2007年12月23日のセムフルギフツインディファレー7での秋山との対戦を皮切りに青木厚し、 先行十番勝負が組まれた。その後、デイビー・リチャーズに勝利する、木ケンタ、ブライアン・ダニエルソン、小川義成、カズハヤシ、金丸義信、重心サンダー・ライガー、丸藤士制二2010年2月28日の鈴木、ミノルの順に敗れ、1勝9敗で終了した。2009年新日本プロレス、ベスト・オブ・ザ・スーパージュニアに出場。初戦で、 タイガーマスクに敗れたものの決勝トーナメント出場を果たした。2010年5月23日、新潟市体育館で行われたトリプル A 世界タック選手権で王者組の森島、武史、石森太しにに、塩崎剛とのタックで勝利し、トリプル A 世界タック王座第6代を獲得した。同年6月6日、メキシコシティで行われたトリプルマニア18にて、 トリプル A 世界タッグ選手権、4ウェイマッチに敗れ、王座から陥落した。2010年7月11日、新日本プロレスの後楽園大会において、プリンスデビットが君臨する E ワグップ、ジュニアヘビー級王座に初挑戦するも、ブラディサンデーで敗れた。2010年10月、第4回日テレ杯争奪ジュニアヘビー級、タッグリーグ戦に、タとタッグを組んで出場し、 ほとんどの試合を、自らがホールを決めるなどして、健太以上の活躍をして優勝。2010年11月23日、高楽園大会において、金本浩二タイガーマスク組が持つ GHC ジュニアヘビー級、タック王座に挑戦するも敗退。2010年12月24日、リファ、有明大会にてパートナーを丸藤にして、土挑戦し、金本から、 アサルトポイントで勝利を収め初の GHC タイトルを体感した。丸藤とのタックで二度防衛に成功するが丸藤が負傷で長期欠場することになり、これに伴って王座を返上することとなった。2011年4月に鈴木小太郎、石森とアンチノーマーシーユニオン、アンムを結成し、金丸やケンタラ、ノーマーシーとの構造にかかる。 2011年5月25日に、鈴見太郎とタッグを組んで空位となっていた、GHC ジュニアヘビー級タッグの王座決定戦に、望むが、金丸ケンタ組に敗れた。8月24日のリターンマッチに敗れるものの、10月16日の2度目のリターンマッチで、金丸ケンタ組から、王座ダッシュ。以後、2012年7月22日に、スペルクレイジー リッキー・マルビン組に敗れて、大陥落するまで7度の防衛に成功した。小太郎と GHC ジュニアタック王座を保持している間に、2012年3月には、秋山軍、後の SAT に加入した。12月、年内をもって、プロレスリング、ノア対談が会社より発表。12月24日、有明大会を最後にノアを対談した。2013年1月に行われた。 決起集会で小橋からバーニングを託された秋山オリーバーに塩崎、金丸、鈴見太郎で再結成した。1月26日、全日本プロレス2013新春シャイニングシリーズの最終戦に5人で来場し、参戦することが発表された。7月5日、全日本プロレスに正式入団。2014年現在、 長年組んでいた小太郎と決別し、現在は無党派の選手として活躍している。チャンピオンカーニバル参戦中の剣道家臣とタッグを組むことが多い。また、ウルティモドラゴンのマスクを剥ぎ世界ジュニア挑戦を要求した。5月16日、高楽園ホールで行われた2014スーパーパワーシリーズ開幕戦にて、ウルティモ VS 青木 VS。 佐藤光の世界ジュニア王座時期挑戦者、査定んウェイマッチ30分に一本勝負を行い、アサルトポイントで、佐藤からホールを奪い勝利。これに、青木が、文句はないだろうと、ウルティモにアピールした。これに対しウルティモは、このベルトかけてお前とやろうじゃないかと受諾した。5月29日、高楽園ホールで行われた、世界ジュニアヘビー級選手権試合にて、 ウルティモドラゴンから変形腕ひしぎ逆十字固めで破り、第37代王者となる。7月27日、エボリューションに加入する。加入後は、やる気のない他選手の批判を続け、佐藤とのタッグで、ジュニア、タグバトルオブグローリに優勝、世界最強タッグ決定リーグ戦出場を果たした。ジュニアヘビー級同士のタッグでありながら、 超ヘビー級選手たちを相手に一歩も引かない戦いを見せた。2015年には2年連続でジュニア、バトル・オブ・グローリーに出場、準優勝に終わるも、3月27日には、鈴見太郎に敗れ世界ジュニアヘビー級王座から陥落。5月21日にはかねてから絶戦を展開していた、クシード、宮原健人とのシングルマッチに挑んだ。 試合は両者持てる技術をフルに使っていたが、試合終盤の宮原のニーリフトを後頭部にまともに、くらい、立ち上がれなくなったところで、レフェリーストップとなり KO 負けを喫した。また、6月4日のエボリューションタイクシードのキャプテンホールマッチで、キャプテンのスワマが宮原からホールを取れ負けてしまうが、7月8日のキャプテンホールマッチ再戦では、青木が相手チームキャプテンの塩崎から、 アサルトポイントでフォールを奪った。試合後に最終戦で浄道リングと組んでの世界タッグ王座挑戦をアピールし7月25日後楽園ホール大会にて塩崎宮原組の持つ王座に挑戦するが敗退。しかし試合後にはジュニアヘビー級でありながらヘビー級選手に混ざって存在感を発揮したことに喝采が送られた。6月27日 ハードヒットに参戦し、中学時代の同級生、和田拓也と10分に一本勝負を行う。結果は10分時間切れとなったが、残りロストポイント2から1で勝利した。11月7日、ハードヒットにて、男性オドアとユニファイドルール3分1ラウンドで対戦。結果は引き分け。2016年1月3日、佐藤光プロデュースハードヒットルール。 体調 vs 組長と題された試合にて、藤原義明と対戦。試合内容は、中盤から藤原が、打撃禁止のルールを破りずつき攻撃を行うなど、躍動、高度な腕の極め合いを見せたところで時間切れ引き分けとなった。2月5日、ドイツベルリンで開催されるグローバルウォーニングに、アジア代表として5日6日と連続参戦。 全日本の2月シリーズを通して行われた3回目のジュニアバトル・オブ・グローリで B ブロック1位、橋本和樹の負傷欠場を受け、丸山厚史との挑戦者決定戦を勝ち上がってきた佐藤光と決勝戦を争い勝利。優勝とともに第39代世界ジュニアヘビー級王者となる。2月28日、ハードヒットに参戦。 大江誠を相手にシュートボクシングルールで対戦。結果は引き分け。3月21日、沖縄、富ス区大会で、琉球ドラゴンプロレスリングのディンゴを相手に、世界ジュニアヘビー級王座初防衛。4月開催される、チャンピオンカーニバルに出場予定だった、浄道リングに、悪性の脳腫瘍が発見され、その代わりにチャンピオンカーニバル初出場が発表される。 6月19日、佐藤光との防衛戦に敗れ、世界ジュニアヘビー級王座を手放す。12月29日のハードヒットでは、平直行と対戦。7月16日、ハードヒット、新木場大会で、キックボクサーのマイクチ太美子と対戦。2017年11月頃より、マスクを被り試合をするようになる、コスチュームもツーショルダーのロングタイツに変更。 ただしリングネームは本名のまま変えておらず、またマスクをこむる理由も明らかにしていない。2018年2月3日、田尻に勝利し、第47代世界ジュニアヘビー級王座を体感自身3度目。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。